こんにちはです、えー、今日は、えー、今日はというか昨日で決算セールが終わりましてまあなんとかずもうずっとメールをたくさんやらせていただいてで今日は、えー、だいぶ遅くなりましたけどもまあなんとか、えー、全員にメール返信しました、えー、万が一メール来てないなというお客様いたら申し訳ありませんご連絡くださいメールかお電話か 何かですいいませんけどください僕としては、えー、全部確認して全員の方にあのお返事を書いたつもりでいます。ということで、えー、今回、うん、金土日月と昨日まで決算セールやらせていただきましてで今回はクローズドセールだったんですけどもすごくたくさんの方から買っていただいて本当に助かりました。 まあ自分としてはもう今回あの大雪でまあ本当に屋根がすげえ壊れていや困ったなとけど直さないわけいかないですからまあ雪のシーズンが終わって春早々に直していただいてでまあ先月という先月じゃないな今6月ですかまあ4月の終わり頃に請求書が来たんですけども僕あの。 4月の終わりにコロナになって、で、先,先週までかな、えっ、ー、と、約1ヶ月ぐらいお店を休ませていただいて、まあ、その、1ヶ月も休むとね、まあ、僕ら自営業ですから、まあ、相当に大変なんですね。まあ、そういうのもあって、今回は、もう皆さんにすごい助けられて、本当にありがとうございます。もう,もうね、僕が思っていた以上に、皆さんが、 あのオーダーを入れてくれてあのすごいてんてこまいでしたけどすごい助かりました本当にありがとうございます、えー、また明日から、えー、通常営業というかをやりたいと思いますけどこれからもよろしくお願いいたしますありがとうございました